皆さんこんにちは、相部長です。ヤフオクでなんとまた10年前と10年前後の DVD を買ったんで紹介してきたと思います。それがこちら、じゃん。機関車トーマス、ソング&ストーリーと、長編人形劇2作目の、機関車トーマス、みんな明日まで出発進行で、なんとヤフオクでなんとニュース1件しかされなくて、1つずつ1000円で買いました。これ2つとも合わせると2000円で、送料がなんか佐川急便756円、2756円のところ500円クーポン使って、そして自分の貯めたポイント161ポイント使って、合計2095円で買いました。結構めちゃくちゃ安い価格で買いましたね。はい、こんな感じになっております。多分1つで例えると1047円ちょっとで買いましたね。47円か48円ちょっとやった。全体的に見るとこんな感じです。これはなかなか新品で買えましたからね。10年前後のものを新品で買えるなんてね。ほんと DVD ではすごい、奇跡なもんですね。いやーなんかね、僕はね、8年、DVD 集めしてからもう8年ぐらい経つんですけど、小学6年生、まだ中学入学する前から、まず最初買った覚えがあるのが、新機関車トーマスの、第6シーズンの1から3巻で、1、2、3巻は買いましたね。はい、まあ、結構 DVD 集めっていうか、日本語だけじゃなくて、英語音声もつくとやっぱり買いますし、やはりより楽しめますね。はい、開封しました。それでは中身を開けていきましょう。オープン、みんな集まり出発進行、じゃん。おお、中身いいじゃない。これがディスクですね。こうやってディスクを取り出すと、ディスクの表面と同じような印刷をされておりますね。そしてパンフレット。はい、これがキャラクター紹介となっておりますね。みんな集まり出発進行は、魔法の線路の後の8年後に最初は DVD で先行発売され、2014年で、映画公開されました。結構 DVD が先行発売するのは結構意外なことですね。そしてソング&ストーリーズ開けましょう。じゃん。はい、中身こんな感じになっておりますね。これはなんかトーマスとチューバのシーンが多分そうですよね。で、これが、表紙、広告みたいなもんですね。そして、ブックレットですね。オリジナルソング&ストーリーズ同様と、あと人形、七八乱シーズン。こんな感じに歌詞が載ってますね。はい。そしてメニューが載ってますね。こんな感じです。やっぱね、10年前後前のものを買えるとね、なかなか DVD でもプラレールでもなかなか買えないことですね。まあ本当に新品で買えてよかったです。DVD 集めるのももう30個はないんですけど、あと25個前後、まあ23、まあ25個か26個、あとそれぐらいなんで、長編、短編合わせたらそんなもん。はい、あとこれもソング&ストーリーズも合わせればそんなもん。あとちょっと言い忘れてしまいましたけど、ソング&ストーリーズは、なんと第10シーズンは、結構多いんですけど、28話で、なんと10段シーズンは、テレビ未放映のジェームスは2番目が、テレビ東京で放送されず DVD のみで、製品化されたということです。多分まだ見てないよという方は、ぜひ、中古店や新品、まあどちらでもいいんでね、買ってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。